はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます、ヤスでございます。白血病と予防生活の気晴らしにね、自宅から動画を配信していきます。この動画でね、白血病がなってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってまいりますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信をきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いいたします。はい、今日はね、血液の中のコレステロールと中性脂肪のお話なんですけどもね、血液の中にコレステロールや中性脂肪がね、多くあると様々な問題が起こります。でそこで今回はね、どんな問題が起こるのかとね、対処法をね、お話ししていきます。まあ、普段からね、定期的に通院をされている、まあ、している僕もそうなんですけども、まあ、基礎疾患をね、持っているような患者さんならばですね、毎回のように血液検査をね、行っていますけどもね、まあ、年に1回のね、健康診断の時にしかね、血液検査をしないっていう人にはですね、コレステロールと中性脂肪の数値がね、その時に高くなるとですね、動脈硬化の因子の一つになる可能性がね、すごく高くあるんですよ。そしてまあ最近ね、問題になっている血栓ね、先日の動画でも言いましたけど、血栓ができてしまう可能性もすごく高くなる。でそんな血栓っていうのはね、最近では大きな血管の動脈、大動脈とかね、なんか聞いたことあるでしょ。そんな動脈とかの大きい血管だけじゃなくて、末梢のね、細くて小さな血管、毛細血管にもね、できてしまっているというね、問題が最近すごく多発しているんですよ。これもね、最近の新型ウイルスの関係でね、なってしまうことがすごい多くあるんですけどもね、だからこそコレステロールとね、中性脂肪の数値がね、高めになったらね、速やかに対策することが重要なんです。そんなコレステロールにはですね、LDL コレステロールと HDL コレステロールがあります。ほんで、LDL コレステロールっていうのはですね、肝臓で作られたコレステロール。このコレステロールをね、全身に運ぶという働きがあってですね、でもね、しっかり働いてくれるんですけども、増えすぎるとね、動脈硬化を起こすので、悪玉コレステロールと呼ばれています。そしてね、HDL コレステロール、こっちの HDL コレステロールというのはですね、仕事を終えたコレステロールを回収するコレステロールで、善玉コレステロールと呼ばれています。でまあ、通常ならばね、血中のね、LDL とね、HDL っていうのはね、定量に保たれてるんですけどもね、LDL コレステロールがね、こう過剰にね、多くなってしまうとですね、HDL コレステロールがね、減ったりね、あとは動脈壁にガッとこう取り込まれてしまってね、蓄積されて、どんどん蓄積されて、動脈壁がね、分厚くなってくるんです。そんなね、血液の中のね、脂質によってね、この血管がね、バーッと傷つけられてしまうとですね、血管の修復のためにですね、血小板がね、バーッとこう集まってくれてね、傷を塞いでくれますけどもね、やがてはそれがペラッと剥がれてね、この血液の中を、血管の中をね、バーッと流れるようになって、それがね、今度は血栓となってしまうんです。その血栓というのはですね、血管を詰まらせてしまってね、心筋梗塞とかね、脳梗塞の原因となります。なので、コレステロールや中性脂肪はね、悪者にされがちなんです。しかしね、そんなにね、悪いやつでもないんですよ、実は。実はね、そのコレステロールにはね、その髪の毛とかね、皮膚をね、こう滑らかにしてくれてね、肌を包む細胞膜とかね、ホルモンとかで、あとね、この脂肪の消化吸収をね、助けてくれるね、胆汁酸のね、原料となっています。そんなね、大事なコレステロールがね、足りなくなってしまうとですね、肌とかね、髪の毛がね、パサパサになってですね、細菌に感染しやすくなったりするばかりじゃなくてですね、血管の細胞が弱くなって、脳内出血などがね、起こりやすくなるんです。またね、善玉コレステロールはですね、仕事を終えたコレステロールを回収してくれて、それをね、肝臓に戻してくれます。だから LDL もね、HDL もね、それぞれちゃんとした働きがあるんですよ。でそして次はですね、中性脂肪なんですけどもね、運動する時のね、エネルギー源としてね、中性脂肪はね、必要とされてるんです。運動する時っていうのはね、まずね、糖質がね、使われますけどもね、この糖質がね、不足してくると、まあ、消費してくるとですね、次にね、中性脂肪が使われます。で、またその体温、体の温度を、ね、一定に保つのもね、中性脂肪の大きな役割なので、まあ、コレステロールもね、中性脂肪もね、どちらもまあ増えすぎると困りますけども、なくてはならない重要な役割を担っています。そして今度はね、食事から摂取したコレステロールですけどもね、口から食材が入って消化分解されてですね、全身を巡って、まあ、肝臓内に取り込まれるんですけどもね、まあ、怖いことにですね、そのね、取り込まれたね、コレステロールっていうのはね、脂肪分っていうのはですね、食事から摂取した場合はですね、血液中の中ではね、溶けないんです。なぜかと言いますとですね、コレステロールや脂肪とね、
同時に取り込まれたタンパク質やね、リン脂質がですね、小腸に取り込まれてリポタンパクに、ね、変化することでですね、血流に乗って全身へ分配されるためなんです。リポタンパクというのはですね、カイロミクロンとかね、HDL、LDL、VLDL に大きく分けられてですね、それぞれの中性脂肪やコレステロール、タンパク質などの、ね、構成が、ね、異なってくるんです。中性脂肪がカイロミクロンとね、コレステロールの少ない、HDL っていうのはですね、小腸で合成されて全身を巡ります。ほんで中性脂肪とコレステロールを含む VLDL というのはですね、肝臓で合成されてエネルギーが必要な筋肉とかね、脂肪組織にですね、中性脂肪を渡すと今度は LDL に変化します。先ほども言いましたけどね、 LDL というのはね、全身を巡りながら各組織にコレステロールを届けます。これも先ほども言いましたけどもね、コレステロールは悪者と認識されがちなんですけどもね、人間の体にはね、このような役割があるんでね、なくてはならないものなんですよ。お肌とかね、髪の毛っていうのをね、こう滑らかにしたりですね、各組織の細胞膜やね、ステロイドホルモンの、ね、消化吸収を助けます。そして肝臓に運ばれたコレステロールの一部はですね、胆汁酸となって小腸に排泄されて脂肪の吸収、消化っていうのを促進させます。そしてほとんどの胆汁酸っていうのはですね、肝臓にまた戻ってきて、再利用されて、一部は便として排出されていきます。そのようなね、しっかりした役割とかね、循環があるんですけどもね、ここでね、余分にね、そのコレステロール値っていうのが高くなるとですね、動脈硬化が進んで、放置すると脳梗塞とかね、心筋梗塞の原因となってしまうんですよ。で、脳とかね、その心臓などのね、太い血管の動脈でね、そのコレステロール値が高いとね、起きてしまう動脈硬化をね、軸状動脈硬化、アテローム硬化とも言いますけどもね、血管の中のね、内側の膜にですね、コレステロールがこう沈着したね、泡沫細胞っていうのがあるんですけどね、それがね、バーって集まってくるとね、ドロドロとしたね、おかゆのようなね、塊、アテロームができます。ほんでそのアテロームがどん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 溜まっていってね、その血液の、ね、内側がね、盛り上がってしまうとね、その血液がね、通る隙間がね、狭くなるんですよね。でさらにかね、ここにカルシウムが溜まってしまってね、石灰がすることでね、血管のね、弾力性がね、失われて脆くなって破れやすい状態になってしまいます。もう怖いことばっかりですね。でまたね、その血管内膜をね、傷つけるね、高血圧や喫煙、糖尿病、肥満、ストレスなどもね、軸状動脈硬化をね、促進する原因となってしまいます。でそんな状況になりかねない状態をですね、脂質異常症と言いますけどもね。でそんなね、脂質異常症にならないためにですね、バランスの良い食事を目指しつつね、食物繊維や大豆タンパク質をね、積極的に摂取しましょう。 できるだけね、多くの食品をね、毎日少しずつ摂ることでですね、5大栄養素、タンパク質、脂質、糖質、ビタミン、ミネラルっていうのをね、バランスよく摂取することがね、コレステロール値っていうのを正常に保つコツなんですよ。でその上でね、食物繊維や糖類などのね、コレステロールを下げる食材をね、積極的にね、摂るように心がけてください。でコレステロールを下げるにはですね、1日にね、25から30グラムのね、食物繊維の摂取がね、効果的なんです。目安としてはね、野菜はね、350グラム以上、結構な量ですけどね。あと果物がね、200グラムで、芋類が100グラム程度でね、それが最適な分量 でさらにね、穀物とかね、海藻類などもね、しっかりとるようにしてください。この中で一番食べやすいのはやっぱり野菜ですよね。野菜が一番食べやすくてね、いっぱい取りやすいと思うんでね、しっかりとってください。で食物繊維にはね、そのコレステロール値を低下させてね、糖質の急なね、吸収を抑える効果があります。だから血糖値もね、上がりにくいんですよ。他にもね、豆類やね、大豆製品のもおすすめでね、大豆タンパク質がね、 LDL コレステロール値をね、低下させてくれます。ほんでその野菜ね、緑黄色野菜はですね、食物繊維が摂取できるだけではなくてですね、抗酸化作用のあるね、ベータカロテン、ビタミン C、E がたっぷり含まれてますのでね、動脈硬化の予防にも効果的です。ほんでコレステロール値を下げるにはですね、自分でね、管理できる、先ほども言いました食事もそうなんですよね、運動にも気を使うことですね。ほんで食事でね、コレステロール値を下げるためにね、先ほども言いましたけどもね、今度は摂取エネルギーっていうのをね、減らす工夫としてはですね、ゆっくり食べる、夜の寝る前に間食をやめる、買い物は満腹時に行う、見えるところにですね、食べ物をね、置いとかない、で一人分の盛り付けを食べるというのはね、簡単にできる工夫です。ほんで運動としてはですね、普段から体を動かすことをね、気にしてね、エレベーターとかエスカレーターではなくてですね、少しのね、1階から2階に上がるぐらいだったらね、階段を使うようにするなどのね、普段の生活の中でね、工夫していってください。そんな感じでね、血液の中にね、コレステロールや中性脂肪が多くあるとですね、どんな問題が起こるのかとね、その対処法のお話でございました。
なのでね、こう今ほんまにその新型ウイルスでね、血栓って言われてますけどもね、もともと血栓でね、ね、食事とかでね、解消できていくんで、野菜をね 350g 以上頑張ってね食べてみてください。そんな感じで今日は以上です。今日も最後まで見ていただきましてありがとうございました。バイバイ。僕は元気でーす。